キラーコンテンツ長谷川とザ・ウスクラーズのさくらんぼ通信 with 宮田翔介。よいしょ。はい、というわけで始まりました。第2回目でございます。はい、11月9日月曜日、はい、このお時間はさくらんぼ通信のお時間でございます。はい、で2回目にしてね、さくらんぼ通信なかなか揃わないね。いや、なかなか息が揃わないですね。さくらんぼ通信がなんかもう臨床になってたよ、はい、まあしょうがないですけれどもね、はい、まあ、あのこの番組、まあ、前回も申しましたけれどもですね、はい、あの、はい、コンセプトといたしましては、はい、私宮田翔介がですね、はい、メイン MC 兼エグゼクティブプロデューサーとなりまして、はい、この童貞3人の芸人どもをですね、はい、卒業、大人への階段導いてやろうといったあのコンセプトの、番組でございましてですね、まあまあこのお便りもね、お待ちしてますんでね、はい、ぜひ、はい、ね、この3人に何か意見とかあるか、ね、あの、はいはい、童貞に聞きたいこと、はい、ね、童貞に質問と、ね、うん、とあればですね、ぜひぜひこのメールアドレスにですね、うん、あの、送っていただきたいと思います、はいはい、この CWS@senjux.com、はいはい、CWS@senjux.com、はい、メールいただければですね、はい、あのもう何でもやりますし、はい、悩み相談とかでもいいですよ。悩みあるっす、僕も童貞ですとかね、あ、彼女ができないっす、はい、どうしたらできますかとかでもいいです。あ、全然ね、童貞に童貞が何を聞くんですか。答えますよ、僕らもですと一緒に考えようなるほど、一緒に考えようとする番組でございますので、よろしくお願いしたいと思いますけれどもね、はい、まあでもね、何ですか、ね、でも翔介さん今日はちょっと一味違いますよね。違いますね、先週とはちょっと違いますね、はい、華やかになってるんじゃないですか華やかというかさくらんぼがね、そうですね、まあ、前回あまりにも地味だったので、うん、あの僕がですね、はいはい、あのこのさくらんぼ、まあ、増加なんですけど持参いたしまして、はい、はい、まあ、さくらんぼ増加ってなんか花じゃないしけどな、まあまあまあ、まあ、増加イミテーション、ね、商品名はそうさくらんぼなんで、はい、うん、はい、で今日飾らせていただきます。なるほどね、はい、まあ、さくらんぼ通信なんでさくらんぼをね押し出していこうということですね。そういうことです。これだからあれですよね、はい、あの、はい、さくらんぼ通信が もうものすごい人気番組になれば、山形県の方からやっぱり佐藤錦とかが送られてきて、はい、飾られる感じに、はい、ありえるありえる。だいたい俺なんだろうな、はい、この YouTube にも上がるじゃん、はい、ありますね、放送見ようと思ってさ、さくらんぼ通信 YouTube をYouTube 検索したのさ、はい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 、そしたらさ、あのやっぱさくらんぼ通信って言うだけあってさ、はい、さくらんぼの通信販売ばっかり出てきたからさどこさくらんぼ通信ってなったね、はい、なるほどね、効果ありますよ絶対、これありないだろう、はい、ありますかね、まあまあいいですよ、違うのが来ちゃったじゃん、いいこれがお前らですよ、いやでいつかこうなっていこうどんどん黒くなっていくじゃないですか、いつかね、日焼けするってことですか、まあまあそんな感じでやっていきますけどね。最近で言ったらあれじゃないですか、結婚ブームだったじゃないですか、ちょっと芸能界のね、結婚ブームですよ、結婚ブーム、はい、福山雅治さんとかね、福石和恵さんね、ね、福石和恵さんなんて、はい、あれですよ、デビューがときめきメモリアルの藤崎しおり役ですよ。だって知らねえよなんだこのオタクなんだそれ、なんだよ、当時見に行きましたもん、映画館まで。会長会長、はいはい、そこじゃないですかモテないのここかい、いやでもまあ長谷川としてはちょっと憧れの人的な、そう接点がね、やっぱり、はい、俺の嫁だったわけですから藤崎しおりは、それお前の嫁じゃね、嫁じゃねえ実写、俺の幼馴染だったわけですから、要は藤崎しおりは家がね近かったわけですから、なんの話だよまず何それ何、まずときめき何メモリアル、ときめきメモリアルというゲームが PC エンジンで発売されて、後にプレイステーションとセガサターンに移植され、うん、あれだよね、なんかあれだよね、なんだろう、その恋愛シミュレーションゲームでしょ、恋愛シミュレーションゲームです、はいはいはい、ああ俺もやったことあるよそれ、それのメインヒロインである藤崎しおり役を実写映画化した時にあの吹石和恵さんだったわけですやってたわけですね、やってたわけです、はい、なるほど、はい、それその藤崎しおりさんが、はい、幼なじみなの、幼なじみです、家が横なんですよ設定的には分かりづれえよ、ストーカー的考えじゃないですか、もう、まあなるほどね、まあ、あそう、じゃあ幼なじみとかいなかったの今まで、女性の幼なじみ、幼なじみはいなかったですね、これね、うん、僕いたんですよ、おいたの、あ、ええ、いたんですけど、はい、もうそれこそ藤崎しおり、これ本当の話で、はい、藤崎しおりときめきメモリアルじゃないけど、はい、家が2軒横の同い年の可愛い子、はい、
まあまあちょっと仮名を使いますけど、村上ちゃんっていうね、仮名なんだね、仮名ならいい、はい、村上ちゃんね、村上ちゃんっていうねその子がいたんですけど、はい、そのなんですかね、向こうはねやっぱりその可愛かったんで、小学校も中学校もやっぱりその、はい、ヒロイン的なアイドル的な存在だったわけですよ。なるほど。ただこっちがですね、はい、その恋愛シミュレーションゲームの主人公のように普通の生活を送っていればね、うん、なんかチャンスはあったとは思うんです。家も近いから。そうだね、両親同士も知ってますから、うん、はい、ね、家族ぐるみの付き合いもしてましたよ、幼稚園ぐらいの頃は。あ、長谷川くんご飯食べていきなよみたいなね、ありました、ありました。ちょっと遊ぼうよみたいなね、二人っきりで公園で遊んだりもしました、はい、ただですね、小学校3年ぐらいからですね、僕がいじめに遭いましてですね、クラスの中でハブにされると。うわー、悲しい。その時はお前の藤崎さんはどうしたの？僕の藤崎さんこと村上ちゃんをですね、僕を無視してましたね。あら、当時受けてた僕の、そうですね、一例を言いますとですね、クラスのプリントが僕だけ回ってこないと。ほう。僕が真ん中の席にいるとすると前の席の人が僕を抜かして後ろの席にプリントを渡すっていう。ほう。そっちの方が大変なのにね、そういう感じのことを受けてましたんで、あの幼馴染がいたんですけども、うん、何もなくですね。そうか、風の噂でですね、その後モデルになったって話を聞きました。あら、そんな可愛い子だったね。残念だね。そうなんですよ、当時は僕あれですからね、あの、ドラえもんがいないのび太でしたから。なるほど、いじめられっぱなし、そうですね、きついジャイアントきついスネ夫がいただけです。お前の周りにはその2人しかいなかったと。いなかったですね。 また闇ラジオになった、でもそれ何、はい、いじめられる原因って何だったの？結局なんかきっかけはあったわけでしょ。そうですね、あ、やっぱりありましたね。何きっかけで？あのね、いろいろ原因が、まあ、あるんですけど、複合的にあるんですけど、まあ、とにかくですね、僕があの集団の輪に入っていかなかった。あ、はい、馴染めなかった。馴染めなかったんですね、はい、別にあのクラスと同じものを見て、まあ、もう、はい、当時で言えばその同じアニメとかね、はい、見るわけですよ、はい、でもこっちはもう当時もう松任谷由実が大好きでしたから、小学校低学年で、ユーミン、ユーミンばっか聞いてましたから話が合わないわけですよね、はい、なんでお前アニメオタクじゃん。アニメオタクです。アニメオタクはね、もう小学校高学年からなんですよ。え、遅くからアニメ見始めたの？そうなんですよ。何なのお前。で、未だにアニメを見てるの？見てますよ。何なのお前。その時見とけよ。その時は、はい、だからも一番求められる時にアニメを見てなかったんです。で、みんなが見なくなってから一人で見始めたんです。はぁ。だからどんどん噛み合わせが合わなくなったんですね。噛み合わなくそのまま成長したんです。なるほど、なるほど、うん、だからまあそうか、ハブされちゃったわけですね。そうなんですね、話題がとにかく合わなかった。はい。暗いよ話が。さあ、始まりました桜も通信。始まれるか。明るい話でパッといきますよ。まあでも、あれ結婚ブームなわけじゃない、それを見て。君たちはなんか思わないわけ？結婚したいですよ。したいの？はい、いや、それはいつかはね、結婚したいですよ、そら、はい、そらね、やだよね。まあ、僕今31なんですけど、まあ、前も言ったかもしれないですけども、小学校ぐらいの時にはね、31ってなったら子供が2人いるぐらいいるんだろうなとはちょっとね、考えてましたよ。まさかね、さくらんぼだとは思わなかったですよね。そりゃそうだよね。だいたいなんだ、堀北真希と結婚した山本さん、山本浩二さん、はい、いるじゃない、あのね、ニュースで見たらずっとラブレター送ってたとか、半分ストーカーに近い感じで、そう、押して押してのいって、で物にできたわけですよ。なるほど。翔介さん、ん、ただしイケメンに限るですよ。まあな、あれはイケメンがやるからストーカー扱いされないわけだって、はい、我々3人がね、うん、あの行為をしてみなさいよ、うん、10日で捕まりますよ。まあね。俺も通報するわ。通報しちゃうわ、そこは。まあ、あそこまでの積極性が僕らにはないわけでね。そう、でも、積極性は大事じゃないですか。10分の1でもお前らにはそういう積極性をね、見つけてほしいというわけですよ、はい、だからね、こう前回あの宿題を出したわけじゃないですか。おーおー、出されましたね。まあ後で聞きますけれどもね、ちゃんと宿題をやってきたかどうかね、リサーチはさせていただきたいと思いますよ、はいね、皆さんも楽しみにしてください、このね、3人に。いや、それはそれでハードルを上げるんじゃないですよ。いや、上げますよ、ちゃんと宿題やってこないと、目指していかないと、ちゃんとね、上を。最短で来月には終わるから、この番組。先月ね、はい、この放送の時に言いました、あの君ら3人にもう何でもいいです、女性と喋ってきなさいと、はいはいはい、初めて会った女性と喋ってきなさい。なるほど。例えば店員さんとかでもいいです、はい、店員さんとかだったらちょっと名前を聞いてみるとかね。なるほど。そのぐらいのちょっとした会話でいいのでしてきなさいという宿題をあなたたちには提示しました、はい、でそれをあなたたちはやってきたかどうか後に聞きたいと思いますので、ね、ありました、はい、皆さんそれお楽しみにお願いいたします、はい、それでは早速ではございますが1曲いきましょうか、はい、何でしょうか。はい、1曲でございます、はい、ノアさんでグループ、お
君が立ち止まった空にかかる虹をそれを見上げた時慌ててキスをした綺麗ございましたね、はい、その曲の間にですよ、はい、弟がトイレに最初に言っとけよ、うん、まさかの事態でしたね我慢できないのか積極性が大事って言ったじゃん何の積極性だトイレへの積極性見せてどうするんですか大体お前さっきの歌のねグルグループの歌詞にもあったじゃないですか、はい、甘く切ない時が流れるってね、はい、いやいやある意味僕らも甘く切ない時は流れてますよ切なさだけだよ、うん、甘くねえよどこも苦く切ない時は流れてますよそうだね苦いよねお前らの時はねいやでも、どうですか、はい、この1ヶ月過ごしてみて心境の変化とかありました？やっぱり、ね、心持ちの変化心境の変化うん、どうですか、いや、 やっぱりだから、はい、これも機会にお前らにもさ、はい、やっぱ女性とね触れ合っていこうというね、うん、心構えからまず欲しいわけですよ、はいはい、まあお前らほんと心構えがないじゃないそういうのひどいじゃない女性と接点を持とうという心構えがもうなくなってるどっかで落としてきてるじゃんなんでそんな言われなきゃいけないなんでそんなそうだから変えていこうという番組なんです童貞に対してそんな言われよういやいやだってお前らだってひどいじゃない、はい、まずまあまあ確かにひどいっていうかもうまずじゃあ女性の目を見つめながら、はい、あの会話とかできますかあ会話会長僕ですか、はいうん、僕はそもそも人間の目が見れないですからねだそうです、ねはい、女性に限らずですよ、うん、限らずな、うん、ですよ会長もう潰してやるよお前弟は、はいはい、弟は僕普通に会話できますってできるできます女性の目をちゃんと見つめながら喋れる喋れますかねもごもごしてる喋れますかねえがもうもごもごしてるもっと口開け口を漫才中もこんな感じですから、ね、いや喋りますよ喋れるの喋れるのあ兄は僕ね怖いんですよね目だからまあちょっとかぶるんですけども目が怖いってなんだお前だから例えばこういう風に目で喋るじゃないですか、うん、で僕もよく小学校の時とか人の目をね見て会話しないとダメだよとか言われたんでああそんなこと言うよねやっぱり僕も忠実ですから童貞はね素直なんだね、はい、もう先生に従ってたわけですよ、うんうん、なるほどでもねこういう風になんか挨拶とかもねしっかりやってたら、うん、先輩とかにちょっとお前の挨拶怖いとかなんかすごい近くでこう目見るし
こうやっていいよそんななんか簡単でってラフでっていうのを言って、あそういうの必要な人もいれば、まあ、いるかもしれないけどいない人もいるんだって言ったら、ちょっとどうしたらいいのかなっていう時期があって、うん、でなんか本あこれ番組でねあのなんか言ってたのは、うん、あんまり目を見すぎると、うん、なんか恐怖を感じると相手が、うん、まああんまじっと見つめすぎるのもな、そうなん、うん、なんで最近はもう本当半分半分ぐらいにしてるっていうような感じ、半分半分片目で見つめて片目でかっこいいねみたいな感じですね、好きとしてはそうです、あの多分ですけど、はい、相手が怖いと思うっていうその一つの一因として、はい、多分僕らほら真顔で相手の表情を見るじゃないですか、あ、まあ、それはあんまりその感情を顔に乗せないというか、はい、ずっと真顔でおはようございますってやるからいけないんであって、ちょっと柔らかい表情でやんないじゃないですか。なるほど、表情の作り方下手なのかな。多分そうだと思う。感情表現が僕らちょっと苦手なので、はい、うん、笑顔でこうやっておはようございます。笑顔じゃないよ。おはようございます。笑顔じゃないね。ってやってたんですよ。うん、そしたらなんで笑ってんですかって言われたことあります。そらそうだろうな。別におはようございますは笑うとこじゃないかもしれない。コミュニケーション笑顔が大事って言ってたんですけどね。曲解しすぎなのかな、いろんなことがな。そうですかね。ちょうどいい頃合いっていうのがあるんだろうな。うん、あやっぱそこはでもね、あの人間に接していって女の子に接していってちょうどいいそのバランスのいいところを見つけるじゃないですか。そうね、その経験がないのでやっぱり、そうか、そうだな、お前ら本当コミュニケーションね、うん、今まで取れてきてないもんな、あんまりな、ないですね、はい、うん、友達とかは今まで友達ぐらいは、あ、まあまあまあ、ゼロじゃないでしょ。引きこもりはどうなの、ゼロだ引きこもりは幼い頃はまあゲームが友達でしたけども、うんうん、これありなんですか、カウントにしていいんすか、ね、であの当時はねキャプテン翼的 なゲームが友達だと、はい、うん、はい、まあまあ、はい、サッカーボールが友達だと一緒のノリで、やってましたけども、まあ、中学行くに従ってですね、はい、あのやっぱり友達もできて、うん、ね、いろんな輪にも入るんですけども、うん、でもその時もねやっぱり人の目を見てなかったような気がするんですよね、僕今振り返ってみれば。人の目を見て、男友達ですけど、うん、やっぱりその、はい、ちゃんと目を見て話して、うん、お前なんだよって言ってないような気がします、うん、なんかちょっとその目じゃなくてちょっと違うとこ肩とかちょっと目線を外して合わせないようにしてちょっと接してたような気がしますね、今振り返ってみると。そうだね、猿のグループの下の方だね。そうですね、ボス、ボス猿にはかなわないやつ、うん、ボス猿と目線を合わせないようにするっていうね、怒られるんだよ。そうなんですか。めっちゃ向かってくれよ。でもずっとおはようございます。いや気持ち悪い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 。これは嫌じゃないですか。こうやってずっと見てるって。いやだからだから物にもよるじゃん。普通、うん、だからそれは変だよ。それは変だけど普通に会話するんだったら目を見て話すって別にできるじゃない。うん、はいはい。そのことを僕は聞いてるわけですよ。そうですか、ね、なんでこう会話が伝わらないかなお前らには。だからじゃあお兄ちゃんね、お兄ちゃんその目を見て話すってこうおはようございますってこう近づいてくるからいけないんであって、別にその遠くでさおはようございますってこうやればいいわけですよ。次から兄は、はい、あの女性に挨拶するときにウィスってやってかっこいい。ウィスかっこいいなこれ。いつの挨拶だそれ。石田純一さんです。いやいいんだよそんなの、トレンディーだね、トレンディーな挨拶は。トレンディーな、なんでMC よ、なんで時を止めるんだよ。いやいや、なんか楽しんでるなと思って、はい、楽しんでる。でも、うん、まあ、はい、でも兄とかだから弟は友達は、うわ、僕はまあいますけどね、まあ、芸人で飲んだりとかしますよね。芸人飲んだりもありますよ、はい、僕は。でもまあまあ、はい、でも学生時代からの友達とかは、学生時代はまあ、2、3人はいましたよね。いました、過去形はい、今はあんま付き合いないってこと。あんまり付き合いないですね。こいつはそうですね、なんかだってこいつに至ってはなんか友達とその時やってたのが悪口ラジオって言って IC レコーダーで吹き込んだのを、専門学校悪口をずっとラジオみたいに言うっていうのを流行らせてたんですね。それはだっているわけないですもん。だって2人でやってますもんね。全員ネガティブだな。なんだそれ。もうその当時がね、それだったら僕多分まだいるんですよ、はい、います。最近会ってないですけども、うん、あの仮名なんですけど、あの野尻くんっていう、はい、野尻くんっていう人か、はい、いはい、専門学校の友達、専門学校の友達がいると、はいはい、よくライブとかね。なるほどな。なんだろう、お前らあれだよね、これがなんだろうな、ドラクエのパーティーだとしたらなんかお前全部が闇属性で、ね、ザキは任せてください、うん、そんなんしか覚えないじゃんお前ら。任せてください。ザキとザラキは任せてください。ホイミとか覚えろよ。いやダメですね。
もうだからさ、だからそういうコミュニケーションから取っていこうって話ですよ。だから結婚、いきなり結婚なんてできるわけないじゃない。まあそうですね、はい。まずは女性とお付き合いして、はい、で、その後に結婚で、付き合う前にはまず友達関係を築かなきゃいけない、うん、なるほどなるほど。その前にはやっぱコミュニケーションじゃない。コミュニケーション、はい。で、前回宿題出したわけですよ。なるほど。おお、そこに行きますか、うん、はい。で、宿題ね、先ほども申しましたけれどもね、はい、まあ、何でもいいんで女性と接点を持ってきなさい、喋ってきなさいと。おお、はいはい。で聞きました、はい、どれだけ頑張ったか聞いていきましょう。なるほど、なるほど。まずじゃあどうします、誰からいきます。まあまずこちらから。じゃあ弟からいきましょう。はい、弟どう、何やったいらしゃいんか、ね、この1ヶ月で、はい、この1ヶ月ですね、うん、まあ僕ら双子でこうやってやってるんですけど、はい、漫才はね、はい、双子、日本双子協会という、あ、行きましたね、はい、双子協会、謎のね、はい、ハロウィンパーティーをやってたんで、そこに行きました。なるほど、10月31で、はい、はい、そうなんです。お、いいじゃない、いいじゃない、ハロウィンパーティーね。で、もういろんな人とね、写真撮ってね、はい、お、はい、もうそれはもうワイワイと楽しくやりました。楽しくやりました、はい、おしまいか。例えばなんか仲良くなった人とかいないの、女性で。そうね、仲良くなった人はまあ前の年にもそのパーティーに参加してたので、はい、そこに参加してる人とかは喋りました。おー、うん、はい、どんな会話した、女性と。あ、まあ久しぶりですね。久しぶりですね、うん、社交辞令だけじゃねえかよ。浅草行きますよみたいな。浅草行きます、社交辞令だけじゃねえかよ。十分でしょ、十分、頑張った頑張った方、頑張った方。よくやったよ、頑張った。兄もそこには行ったの。いましたよ、いましたけども、うん、なんていうんですかね、まあ、こいつもこいつでも本当こういう社交辞令だけじゃなくて、うん、写真も撮ってたの。写真も、ね、写真も一緒に撮りましょうと、うん、デジカメを自分で家から持ってきて、で写真を撮りましょうって言ったんですけど、はい、ええじゃない。毎回そのターゲットが、うん、結局家族連れの人の母親とか、うん、そういうのばっかなんですよ。なんで双子でももう、もう既婚者ばっかって、ほとんど双子、日本双子協会のパーティー最近会員が増えたんですけど、うん、はい、まあ、条件として双子の人と、あと双子の子供お子さんを持つお母さん、なるほど、うん、ご家族さん、はいはいはい、で今年参加したらその子供が双子だっていうお母さんの数が増えまして、うん、お母さんだらけになったの。そう、お母さんとあと子供たちですね、はい、お、はい、お、でそのだから子供たちですよ、要はお前らと同年代ぐらいの人もいるわけでしょ、はい、5歳とか6歳とか。あら、そんなの。いや、はい、でも逆に考えれば5歳とか4歳のお母さんっていうのはちょうどその、はい、まあその2人よりは年上かもしんないけど30歳とか、はい、その30、33歳ぐらいのお母さんなわけでしょ。まあまあそうです、十分狙えるわけですよね。いや狙えないよ。狙えないです。その考えは違います。妻人を狙うという、はい、なんだ、童貞からお前人妻狙いってなんだろう。いきなりで、はい、お前それもうパー5でホールインワン狙ってるのもんじゃねえか。売れた果実を狙うと。それそういう欲はないわけね。同意できない。できないですよ。でもそのお母さん、はい、でもいないの？で、まあ、でも積極的に写真撮ってて、積極的に撮りましょうと。結局そういうことにならなくて、はい、なんかわかんないですけども、まあ、こういう企画でやってるから別に女性だけを撮ればいいじゃないですか。うん、まあね。なんかわかんないですけども。うん、ただただなんかその双子のなんか親として体験談に来たおばあちゃんがいるんですけども、うん、おばあちゃんを誘って一緒に写真撮ってくれませんかって言って、おばあちゃんを挟んでなんか写真を撮るっていう謎のエボなんか求めたかったんですよ。なんで、なんで、それはなんで。おばあちゃん狙い。そう、おばあちゃんが面白かったんです。ああ、面白い人だったのね。面白い人だったんですよ。どう面白かったんだ。で、まあ写真ね。まあ、まあ、3人とかで撮るんで、はい、でカメラそのお願いしますって、まあまあ、別の方に、ね、頼んだんですよ、そのおばあちゃんに。まず、はい、カメラお願いします、はい、撮ってください、撮ってくださいっていう、うん、まあ、高齢者に頼んだんですよね、うん、いや、まあ別にね、そこはいいけど。で、いいだろう、まあ、そのおばあちゃんがおかしくって最中に僕そのお願いしますっていうのを言っちゃったんですよ、タイミング悪く、うん、そしたら、まあ、お菓子すげえ速さで食って、じゃあカメラこれでいいって撮って、うん、それでもう終わりかと思ったんですよ、うん、そしたら、まあ、僕らはその、まあ、芸人として、まあ、実はその舞台立ってて、その、うん、その双子協会のステージにですよ、その立って、それでなんかあなたたち芸人なのみたいな、うん、でも人を笑わすのって大変よね、うん、いう世間話をしまして、うんうん、それがいつからか私ね、気候にはめちゃくちゃ詳しいのっていう、気候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 、北斗の拳的な気候。そうです、
いやそれ聞こうか、うん、聞こうな、うんはい、でそれを先生にこう習ったんだけど、うん、それを自分でやってみたんですって、うん、でそれをまあ自分でやってみたんですけど先生はそれはダメだと、うん、っていう話を結構30分ぐらいやられてたんで、うん、おしまいかお前、まあ、弟長尺を使ったけど弟、はい、なんか何が面白かったか分かんないしあとまず声を張れ声がちっちゃい。いやこれですよ、ね。あまりにもリアクションが少ないもんですよ。いやいやそりゃそうだよ。だって話が見えないんだもん。乗れないよ。面白い。これですよ。翔介さん童貞のコミュニケーションは。そう低いよ。そうコミュニケーション能力低いわ。だからまあまあでももっといなかったの。でも条件には合ってるわけですよね。初めての初体験の女性には話しかけたわけだから。初対面の女性に話したかもしれないけど。僕は積極的に、ね。そうじゃなくて、はい、いなかったの。別に双子。で同じ年代ぐらいの女性は同じ年代の人はいません、はい、えいないのほぼいなかったほぼいないです、男女比はどれくらいなんですか男女比はやっぱ男お子供が多いですね子供が多いんだ、はい、子供多く双子教会だから双子教会子持ちのお母さんが多くてあそうなんだそう、はい、去年もそうだったの去年は割と、まあ、大人の方が多かったんですそうですねでまあ男女比も半々ぐらいな感じ、うんはい、なんで今年少なかったんだろうハロウィンだからみんな違うパーティーに行っちゃったのかなハロウィンだから子供が増えたんじゃないですかやっぱりまあお菓子か、ね、仮装でっていう、ね、お菓子かいたずらかでねその大人で参加してた人が予定合わなくて片方だけ来てたりとかそういうそういう、はい、わかりました兄は兄はすごいですね長い尺使ってもうすっきり終わりすっきりもう無理だと、うん、ここの先はもうないと、兄は僕はですね、うん、一応ね、文化祭行きまして文化祭あ、いいじゃん我々桜美林大学これ名前言っちゃっていいのかないい大学の、ちょっと文化祭で、うんうん、で、ステージ立ったんですよあ、仕事でってことそうですねで、仕事でやってで、その時僕町田出身でまた先輩で AD マーフィーさんという皆さんご存知マーフゾンでおなじみのね AD マーヴィさんが、はい、やってるやつ、まあ、一緒に行って、うん、でなんか結構それこそやっぱり若いんで学生さんのスタッフさんとかが、うん、それはねそうだよね、うん、若いよねネタのその以外のも、うん、結構トイレとかどうぞとかトイレとかどうぞ案内してくれるんですよ、うんうん、トイレの場所はあちらですとか楽屋こちらですとか案内をしてくれる女子大生の方がいたとそうそうそうおつくせりで、はいうん、すごいね優しく声をかけていただいて、うん、でものすごいそのなんか学祭も盛り上がったんです、うん、おーいいね、はい、いいねチャンスチャンスでそれでマーフィーさんという方が、うん、いやちょっとなんかもっとちょっとなんか見たいですねとかなんかあ間違えた、ね、見たいです何文化祭とかそのなんかやってるじゃないですか出店とか出し物を見たいと出し物とかねやってるんでちょっと回りたいですって回りたいとはいはいはい、はいそれでまあ、じゃあ僕らも行きますって言って、うん、でそんでいろいろと回ってたんですよ、うん、そのいろいろなんか周りだって女子大生ばっかりでしょだってそうです、はい、ステーキ屋があったりとか牛串屋があったりとかそういうの回ってたんですよ、うん、そしたらですね女性で声をねかけてくる人いたんですよ、うん、さっきやってた方ですねみたいな感じもうあったんですけどもそうじゃなくてもうダイレクトに何か声かけてくる逆断的なことってことすいません、うん、ポテト300円ですけどいかがですかってあそういうのはいい。そういうのは別に本当に僕らが求めていたものではない。マジで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 落ちとか落ちとかいらないんで。そういうんじゃないそういうんじゃない。違うから違うから。マジだぞ。うんそういうんじゃない。違う。結局どうしたのその会話はしなかったの？で終わりました。なんでしてこないんだよ絶好のチャンスじゃない。お前もう二度と女子大生と知り合うことがないからな。ツイッターフォローし合ってんで。あ、でもそういうつながりはできたの？はい、まあ、でもあ、じゃあ今度飲み行きましょうよみたいな誘いなさいよでも未成年ですから未成年もいるんですよねじゃあ未成年じゃない人もいるでしょじゃあご飯食べに行きましょうでも全然いいわけじゃないですかどっか行きましょうとかうん、うん、そう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 、うんうん、なんでだよモニモニしちゃったけどなんでですかなんで知らねえお前ら食べられろよ待ってください翔介さんこの二人と一緒にしないでくださいお部長部長は部長僕はね、ちゃんとやってきました。こんなね、10分、ね、15分使ってね、そんなね、そんな特に何も実りのない話をね、するようなね、2人とね、一緒にしないでください。翔介さん、プロデューサー。さすが、さすが。僕はちゃんと、
バシッと、はい、行きましたよ。おどこに？まあまあ、あの先月の終わって、はい、まあそうだ、僕は翔介さんに言われたんだと、うん、女性と接点を持たなきゃいけないと思って、そうそうそう、持ってこ持ってこ、友達を誘ってですよ、うん、あのやっぱまあ、普段行ってるとこでやっぱり、はい、あの知り合った方がいいのかなと思いまして、うん、まあ、東京ドームに野球を見に行ったわけですよね。野球、まあ、お前好きだよね、はい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 、で東京ドームの野球といえばですよ、うん、当然ビールの売り子さんが来るわけです。おお、ね、なるほど、なんか可愛いらしいよね。そうですよ、今もうテレビでおなじみ小野の子さんだって、はい、もともと売り子さんですから、はいはい、しかも東京ドームの売り子さんは可愛い子揃い。なるほど、らしいよ ね、はい、ね、横浜スタジアムはギャルが多い。そうなんだ。あの知らないですけど、あるんですよ、地域差があるんですけど、ね、東京ドームはやっぱレベルが高いわけですよ。はいはいはい、ね、はい、応対もやっぱ見た目のレベルも高いわけですよ、うん、でその子にね、やっぱり、はい、チャンスだと、その子に名前を聞こうと思って。なるほど。で友達が、まあ、まあ行きましょう行きましょう、ビールを頼んだ段階で、うん、ちょっとまあまあ友達はね、あの、ま、ただ野球を見に来ただけなんでくしゃみしちゃったの。このタイミングでオチじゃないんですか、いいじゃないですか。いや、よくはないわ。で友達はね、あの何も知らないんで、はいはい、今はね、これこれこういうことで芸人の先輩からもっと女の子と接点を持たなきゃいけないから、ちょっと俺にその、はい、君の分も買わしてくれと、もちろん俺もビールを買うからと言って、はい、まあ、僕が応対したわけですよね。僕が通路側に座って、うん、で、まあ、ビール売り子来ますよね、はい、まして、すいませんビール2つください、はい、って、はい、いやいや、あの、なんだけになります、ありがとうございます、お名前聞いていいですか、うん、聞いたわけですよ。なるほど、聞いたんだ、えらいえらい、はい、そしたら、あ、まあね、未来と申しますと。未来ちゃん、未来ちゃん、まあ、可愛い子ですよこれが、はい、そうね、でスラッとして、すごいですか、うん、ね、はい、未来ちゃんなんです。あ、わかりました。で、今までの僕だったらここで終わってました。お、お、こっから行ったんですか。わかりましたと、まあ、はい。ありがとうございます。未来ちゃんですね。はい、じゃあ次は3階の裏に来てください。ん？3階の裏にもう1回来れば、もう1回我々ビールを飲みますと。なるほど。買いますと。ただしその代わり、その時に年齢を教えてください。おお、ちょっと面白いじゃない。ねえ。おうおう、あ、わかりましたっつって、はい、もうビールなんて、ね、僕はまあお酒得意じゃないので、うん、普段だったら、まあ野球1試合見る間に2杯も飲めばいいものを、はい、今日は違うと、はいはいはい、うん、使命があるんだと、そう、やんなきゃいけないと、先輩に言われてきたんだと思って、そうだ ね、はい、えらいえらい、俺はここで生まれ変わるんだと思って、もう1階の表に買ったビールを3階の裏でガーッと飲んで、はい、3階の裏にまた未来ちゃん来たわけです、すいませんっつって、来てくれたんですね、ありがとうございますと、はい、でちょっと話しながら、うん、帰ってですね、年齢いくつなんですかって言ったら21ですと、あ、21、うん、え、じゃあ大学生なんですねっつって、うん、はい、あ、そうなんです、今バイトしているんです、うん、あ、わかりました、どこに住んでるんですかっていうのを聞きたいがために、うん、6階の裏にまた来てください。どこに住んでるんですか、ちょっとハードル高くないですか。いや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 、ここはやっぱりね、うん、聞きたいところですよ、どの辺に住んでるんですかと。これだって前回僕がそれを聞こうとして、それでアウトだよって翔介さんに言ってましたよ。アウトだ、アウト。ストーカーです、そこまで来たら。ここはでもぼんやりした場所でいいわけですよ。なるほど、ね、そのお兄ちゃんはどの地区に、地域ですかとかね、そうそうそう、どの県ですかですよ、要は現住所を聞こうとして、現住所じゃないですからね。はい、で分かりました、じゃあもう1回来てくださいっつって、6階ぐらいにもう1回来ます、はい、でもう1回来ました、はい、どこに住んでるんですか、あの答えてくれますかっつったら、はい、あ、いいですよーっつって、王子に住んでおりますと、王子、王子、はい、で王子の方から大学に通って、あの大学がない日はバイトしているんですっつって、はいはい、そうなんだ、へえ、で次ですよ、次ですよ、もう6階の裏なんて、うん、7階8階行ったらですよ、もうビールの旅行さんもそんな来なくなるんですね、実は野球はもう、まあ、9回で終わりですから、はいはいはい、なるほど、なるほどね、まあ、売れないんで、はい、じゃあ分かりました、じゃあもう次、まあ、6階の裏だったんで、はい、8階の裏に来てくださいと、もう一度どうですか、もう、もうあれですよ、4杯目ですよね、うん、もうその時点でね、はい、もう 顔が真っ赤な状態でまだ行く、まだ行く、こいつ行くんだってなったわけですね、ぐいぐい食らいついていこうと、今日はもう、はい、嫌われてもいいんだと、はい、一期一会だと、そうだそうだ、思いまして、はい、はい、じゃあ分かりましたと、一番聞きたいところですよ、彼氏がいるかどうかをその時聞かせてくださいっつって、おっ、おっ、で、いいね、8回裏ですよ、来た、試合展開なんかそどろですよね、そんなもんそうだね、何しに来たんすか、野球を、もう、ね、得点なんか関係ないと、関係ないと、どっちが勝とうか関係ないんだと、はい、はい、はい、ね、でも8回の裏にバーって来て、うん、ありがとうございます、これ今日はね、お二人のおかげで、はい、今日いっぱいノルマ達成もしましたし、ノルマを超えて、ノルマ、ね、ね、あの売り上げも達成しましたんで、ありがとうございますと、そういう、そういう会話から始まったんです、あら、うん、いい子いい子で、え、彼氏はいるんですかって、さっきの質問答えてくれますかっつって、うん、はい、彼氏は今います、あー、ま
しょうがな い, いそれはさよならっつってしょうがないね。でもこれ頑張った方だと思いません？お前にしたら頑張ったよ、ここまで。お前にしたら頑張った頑張った。いわばあの時間にしたら2時間半ぐらいもう会話が続いたわけですよ。途切れ途切れとはいえ途切れ途切れだけど、ええ、すごい途切れ途切れだけどまあ頑張りましたよ、頑張りましたよね。それに引き換え頑張った方じゃないですか。だって僕だってお前何したよ、仕事で行っただけでしょ。その後だってツイッターでもフォローありがとうございます、よろしくお願いします、社交辞令、それだけだろ。楽しかったですっていうサービス入れて、うん、サービスでもないですよ、うん、本当の話ですから、ね、向こうも社交辞令だよ全然ダメですよそう、そんなのは求めてないんですよ。いやいや行きましたねこれ、行きましたよ、もちろんだ。お前らはまず自分から行くことをね考えていかなきゃいけないんです。はいなんで沈黙なんだよなんか返そうよ、ガチの感じで来たからこいつもねショックをして、うん、うん、そうだよ。だからもうすごいなあったわけですけど、全然未達成ですよ、僕だけですか達成したのは。未達成、うん、じゃあでも電話番号という課題ですから、でもちょっと電話番号まで聞かないとノルマ達成じゃないですか。なんで足を引っ張る電話番号まあまあとりあえずそこまではいいです。でもとりあえずは長谷川君頑張ったと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ただお前ら二人は頑張ってないんで、はい、で次回の宿題としまして、ほう、次回の宿題もういきますか、うん、はい、お前ら3人は相席屋行ってこい。ああ相席屋、ちょっと待ってください、相席屋ってちょっと知らないんですけど、相席屋ね最近あの巷でちょっとブームなんですけれども、はい、要は男団体で行くじゃない、ええ、でこの女の子団体で行くじゃない、はいはい、そしたら向こうのお店の人がセッティングして同じテーブルにしてくれるんです、そんなお店があるんですか。そう、夢のようなお店があるんですでもお高いんでしょ。いや、それがなんと俺も行ったことないしないんですね。でもね、俺行ってきなさいよ、はい、これでまず1時間なり2時間なり行って、はい、見ず知らずの女性と会話を盛り上げてきなさいよ、まあ、相席ってことはもう隣なりその遠い面なりに女の子が座るわけですから、自然とやっぱり話はせざるを得なくなるわけですよね。そうだね、うん、それはそうですよ、もうそれだったら普通に会話でしてきなさいよ。はいはい、いや、これはいいじゃないですか。そうです、ね、これはいいですよ、行ってきなさい、ね、黒眼鏡3人で行ってきなさい見つけるんじゃないですか待ってください、はい、当日僕は眼鏡を外していきますコンタクト、コンタクトつけていきます。コンタクトでも何でもいいですからね、行ってきなさいよ、はい、それぐらい頑張ってきなさいよ、はい、まずはもう本当にお前ら会話をする努力をしなさい。これ大丈夫ですかこの男は、今日だって長い尺使って会話ができない漫才師ですからね皆さん、これ言いますけど、はい、はい、今日はお前はちょっとひどいぞなんだひどいぞお前、どうした。もうこれを買ってきた時点でピークですよなんでだよまあもういいですよ、使っちゃうんで、ね、じゃあもうとりあえず、はい、もう一曲いきましょうかね。はい、はい、いきましょう、はい、もう一曲続いてまし続きましての曲は、はい、キャンディーゴーゴーさんで、キャンディーゴーゴー、大人の事情リキッドモードいきましょうか。
はい、聞いていただきましたのはキャンディー55で大人の事情、はい、聞いていただきましたね、はい、大人の事情ですよ。なんかあれですよね、なんか喋りますよ、うん、相方が結構なんか曲名これなんでもないですすごいでしょ。何なんだよ、どうした、お前何なんだよ声をまず張るということとあと言葉をまとめて喋ろでもこれこいつの通常なんですよ、これが通常営業なの。いや、これを直していかないといけないってことですよね。そういうことですよ、それでは会話成り立たないわけですよ、会話をしていかなきゃいけないわけですよ、ね、だから相席居酒屋心配なんですよ僕多分もしかしたらこの会話2人がやってこいつがうなずくパターンもあるかもしれないし、うん、やめてそこはお前を割って入ってくれるの。そりゃそうですよ、翔介さん条件つけた方がいいですよこいつだけ。だから3人で行くとしたらば、はいね、弟くんが、はい、あの喋れなかったらガンガン振るからね、弟くんはどうなのみたいな、そうしてそうしていかないと治んない本当に。弟お前あの女性からとりあえずじゃあ3笑い取ってこい。ハードルがどんどん上がっていく。3笑い取ってきなさいよ、はいね、それはでも判定は僕らでいいんですね、はい、3笑い取れたかどうか。なるほど、はい、もしかしたら翔介さんがもう木陰でこうやって見守る星明子のようにこう見てるから星明子のように、うん、あ、はい、もう後ろの席でこう見てるよ、はい、サングラスしてねこれで、だい、うん、そう、だいたいそうだ、俺聞いたんだけど長谷川さ、はい、何ですか、どうしました、二世代ダーボの栗本くんに、はい、合コンをセッティングしてもらったらしいじゃん。もらいましたよ。おーおーね、はい、俺きあの何がおかしいんすか、栗本くんから聞いたんだけど、はい、まあ、長谷川さん、ど長谷川ね、童貞で彼女いないと、はいはい、作ってあげたいと、はい、あの子いい子だから、優しい子ですよ。であの子はまあちょっとね、あの女性友達も多いし、はいはい、じゃあ合コンセッティングしますよ、はい、ありがとうございます。であの日にち決めてね、はい、何時何あの何月何日の、はい、お店予約しまして、はいはい、で合コンセッティングしたわけですよ、はい、セッティングしたんですけれどもね、うん、もう急にねその日女性がダメになっちゃって、ほう、はい、で、あ、じゃあ今日はやめにしようかって話になったの、はあ、ほう、で栗本くんは、まあ、みんな連絡して、はい、じゃあ今日なしでまた延期でってまた今度やろうよっていうので、うん、でお店にもあのキャンセルの予約、はい、予約のキャンセルね出ました。なるほど、はい、でその日は今日合コンなくなったはずだったの、うんうんうん、でも栗本くんね、もうあえてじゃないらしい、本当ね、本当に間違えたらしいんだけど、はい、長谷川にだけ連絡し忘れたらしいのよ。お、長谷川だけ、はい、合コンがあるもんだと思ってその店行っちゃって、で、長谷川店に行ったら店の人にもね、はい、なんか何時に予約した栗本かなですみたいなこと言ったら店の人もキャンセルを聞いてない店員とかいて、あ、どうぞって奥通されて、あ、6人席です6人うん、まあまあちょっとちゃんとしたね居酒屋さんの6人席に通されて、うん、はい、で長谷川こう一人で座ってるわけですよ、はい、でも今日ねやらないわけですから、はい、もちろん誰も来ないんですよ、誰も来ないですよ、はい、で長谷川ねそこで2時間予約してたわけなんですけど、はい、2時間一人でずっと座ってたんだって待ってたよ俺は。それ誰も来ない中この格好でですか。この格好でですよ。タイガーズ、タイガーズですよもうずっと一人で、で周りの人たちはね、あいつなんだろうってしかもですよ、その時、はい、店が超忙しくて、はい、新規で入ってくるお客さんを断り続けてるんですよ。なるほど。そんな中で6人席僕一人ずっと一人座ってるわけですよものすごい気まずいわけですよねあれっつってで30分最初にねやっぱり一人でお酒飲んでるのもあれじゃないですか、はい、やってるよっていうのも、うん、みんな来るもんだと思ってるから、はいはい、なるまあね合コンというかそういうんだからね、まあ、一緒に乾杯しようかぐらいになるもんね、だから最初の30分40分は全然何も頼まずにお通しがちょっとつまみながら一人で待ってたんですけど、さすがにこれまずいと思って、うん、先に始めてるよっていう LINE だけ栗本くんに入れて一人で一人で始めてるよ、夏みかんサワーかなんか頼んでこうパーッつって飲み始めてたら、まあ1時間経ってもね1時間半経っても来ないわけですよ連絡がね、そしたらですよ、でその時点で おかしいなと思って、おうおう、まあ、ちょっとさすがに思い始めてきたわけですそこでようやく、うん、でそれで栗本からあれまさか長谷川さんてんてんてんっていう LINE が来て、はい、今日ないですっていうのをそこで知ったわけですこれがですね、7月の飯田橋の山内農場の悲劇ですよく覚えてる悲劇だわ。帰りに味噌もらいましたなんでなんで山内農場味噌もくれるんですよ。あ、そうだね、やったね。お会計はじゃあ一人でちょっとしたの。しましたよ。そりゃそうだよね、しましたしました、3000円ぐらい3000円ぐらい一人で6人で一人飲みですよ。ただただ予約してマチコン参加できそうですよね。ただですよ、はい、栗本くんはやっぱり後輩ですから、これはね、はい、先輩に恥をかかってしまったと思って、はい、思ってたみたいで、はい、これですよ、はい、
11月の30日をセッティングをしてくれてます。おめでとうございます。合コンセッティングおめでとうございます。僕は次々に手を打ってますから。おお、これはいいですよ、いいですよ、会話できますよ。次回この話ですよ。いやぜひ聞きたいところですよ、年末を、はい、じゃあどうするよお前らは。お前らはどうするよ。ですか、うん、合コン合コン合コン、ちょっとねいい話でしょ。いい紹介してくださいよ。だってね、いい紹介だから、紹介を求めるだ。そうそう、もう出会いを自分でも行こうぜ。そうだって僕だって栗本君に誰かいい子いないかなって言って、そういえば知り合いにアニメ好きの子がいますよって紹介してくれてるから。あ、その子アニメ好きなんだ。アニメ好きなんです、漫画好き、アニメ好きで、いいね、いいね、じゃあ会うと思うんでセッティングしますよっていう子だから。おお、そうだ、自分から行かないとそういう話も来ないわけですよやっぱり。なるほど、ね、ほらほら、童貞がシャシャリ出てしまった。メクソ鼻クソ、メクソ鼻クソとはこのことだ。ただ僕らも、僕だけか分かんないですけど問題ありまして、趣味がない パターンはどうしたらいいですか。だったら、あの、趣味、どんな趣味を持っているんですかっつって、うん、はい、じゃあ普段どんなところで遊んでるんですか、じゃあそう、じゃあ、ね、一緒に行きましょうとか、そういう話に持っていけばいいじゃないですか。趣味がないことを利用すればいい。相手に合わせるってこと、ね、そう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 、相手にな、顔に出そう。趣味で、あの、2人とも趣味ないの。全然趣味ないっす。そうですね、お笑いが好きで、要するにその業界に飛び込んだわけですから。なるほどね、要するに趣味がお笑いだったのが本業になったっていうことなんですよ。なるほどなるほど、そこも問題なんだね。もうそうそう、じゃあここで決めますか、2人の趣味。なんかね、なんかでも趣味あった方がいいよね、出会いの場も変わってくるしね。そうですそうです、うん、なんかだから趣味見つけてきなさいよ自分で。趣味を見つける、あ、うん、新しいことにチャレンジするみたいな、うん、そう、新しいことでなんかやってみないことには始まらないじゃん、うん、そうそう、料理教室行ってみるとかね、うん、料理、あ、いいじゃん料理教室の女の子いっぱい受けに来るよ料理教室なんて。そうだよ、料理上手の女の子と知り合えるじゃん。そうそう、で料理上手な男はモテるから。やったやった。これもう確定ですよ。やったやった。すごいなんかいっぱい言ってますけど、童貞なんか。プロみたいな意識で喋ってますけど。いやでも今はもう長谷川とか上に立ってます。もちろんですよ、見下してますよ僕は二人のことを。そうですよ、ここまでいかないとダメですからね。前向き童貞と後ろ向き童貞ですよ今。ここの差ですよ、あ、うん、あ、もうこれを変えていかなきゃいけないわけですよ。いや、わかる。変えていかなきゃいけなければ何も変わらないわけですよ、うん、だから新しい趣味を見つけて、じゃあ紹介します。じゃ あ、いいねいいね、うん、趣味ね、はい、それも課題。じゃあ2つ課題ね、はい、2つ、はい、今回は3人で相席屋行く、はい、で長谷川はその11月30日の合コン頑張ってくる。ありがとうございます。はい、はい、で、あの、お前らは何か趣味を見つけて広がりを持ってくる、はい、これがあのまず宿題でございますので頑張ってください、はいはい、さあというわけでございましてですね、本日も50分間やってまいりました。さくらんぼ通信残すところあともう1分半でございます、はい、まあ、今月も告知というかありましてですね、はい、毎年恒例でやっております北千住でやっております、はい、天空寄せ、天空寄せ、はい、はい、あの北千住の天空劇場でやっております、はい、こちらが、今月は第3月曜になっております。はい、111月の16日、はい、第3月曜日に、6時から、はい、行いますのでね、ぜひ、暇な方は来てください、はい、入場料無料となっておりますので、無料です、はい、はい、みんな、新ネタかけたり頑張っていますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけでございましてですね、はい、今月もや、あの子ちょっともう1分過ぎましたけれどもですね、そうですね、弟が今回はね、ひどい失態を顔真っ赤になってましたね、一回。そうですね、うん、だからちょっとあの最後これね、残り少ない時間こいつと一ボケでちょっと終わりにしよう。いいじゃないですか、だって今後だって相席屋で3ボケしないといけない。そうだよ、ね、3笑い取らないといけない、3笑い取らなきゃダメだよ、3笑い。ほらもうあともう20秒ぐらいだもんね、いけ。え、そうだよ。さあ、なんか一番、うん、一番、一番、あと10秒だぞ10秒、うん、あの弟放送事故って知ってるか。この番組だって放送事故あるからな。じゃあまた次回お会いしましょう。お会いしましょう。はい、もういいです。はい、さくらんぼ通信まだないです。